思考実験シリーズ。今回は、恐喝のパラドックスを取り上げるよ。恐喝、相手の弱みにつけ込んで、お金を脅し取ろうとすることだよね。うん、早速説明していこう。年末も近づいて、飲み会も増えてくる時期だけど、二十歳を過ぎてれば、飲酒は違法行為ではないよね。うん、問題ないね。今年はオンライン飲み会かもしれないけど。同様に、運転免許を持っている人が車の運転をすることは、通常、違法行為ではない。問題ないね。しかし、飲酒をして、運転をすると飲酒運転という違法行為になる。これは、アウトだね。このように、単体としては何ら違法でない行為が、組み合わさると違法になることがある。これ以外の例も少し見てみよう。街中を歩くこと、これ自体は違法行為ではない。同じように、裸になること自体は違法行為ではない。しかし、裸になって、街中を歩くと、違法行為になる。公然わいせつ罪とか、迷惑防止条例違反とかだね。コンピュータの世界の例だと、ファイルを暗号化すること自体は違法行為ではない。最近は、ファイルは必ず暗号化する企業も増えたしね。セキュリティ的に良いことじゃないの？そして、お金を他人にもらおうとすること自体は違法行為ではない。まあ、迷惑かもしれないけど。しかし、ファイルを暗号化して、戻すのにお金をもらおうとすると違法行為になる場合がある。ああ、一時期流行ったコンピュータウイルスだね。うん。このウイルスは、ファイルを元に戻すために、金銭の要求を求めることから、ファイルを人質、ランサムを取るウイルス、ランサムウェアと呼ばれたりもした。では、次の場合はどうだろう？誰かの違法行為を発見して、警察に通報すること自体は違法行為ではない。そして、お金を他人にもらおうとすること自体は違法行為ではない。しかし、お金をもらえなければ、相手の違法行為を警察に通報すると要求した場合、恐喝という犯罪になる。整理すると、まず、他人にお金をもらうこと、他人の違法行為を通報することは、単体では違法行為ではない。ただし、両者が結びつくと恐喝という違法行為になる。恐喝のパラドックスは、なぜ、ある種の行為は、複数が成立すると違法行為になるのかという問題なんだ。今回挙げた例はどれも、組み合わせると色々と被害を被る人がいるからじゃないかな？もう少し詳しく見てみると、最初の飲酒運転は飲酒かつ運転ならば飲酒運転が成り立ち。次の例の裸になるかつ街中、公衆の面前ならば公然わいせつ罪が成り立つ。このように、前半の二つの例は、A かつ B ならば違法行為となる。つまり、二つの行為が同時に成り立った時点で違法になるものだった。しかし、後半二つは、少し違う。ランサムウェアの例では、お金をもらえない、ならばファイルを暗号化するならば、不正指令電磁的記録に関する罪が成立する。そして、恐喝では、お金をもらえない、ならば警察に通報するならば恐喝罪が成立する。このように、後半二つは A が成り立たない場合に、B が行われる場合に限り、違法になる。前半二つのように、A と B が同時に成り立っているだけでは不十分なんだ。つまり、お金を払ってください。その場合でもファイルは暗号化しますだと、罪が成立しない。もちろん、他人のファイルを勝手に暗号化すること自体も犯罪なんだけど、ファイルを暗号化するという行為自体で考えた場合だね。え、もしかしてお金を払えば戻してもらえるの？実際、このウイルスが流行り出した当初は、ウイルス対策にお金を使うよりも、素直に身代金を払った方が良いと真剣に主張している人もいたぐらいなんだ。まあ、犯罪組織にお金が渡ることを企業が許して良いのかという社会正義に関わる問題や、実際に元に戻してもらえる保証があるわけではないから、そういった意見はすぐに下火になってしまったけどね。同様に、お金を払ってください。その場合でも、警察に通報します。だと恐喝にはならない。お金を払っても、払わなくても、通報するんだもんね。じゃあここで、恐喝を違法にする意味について考えてみよう。要求する側の心理としては、単に、金銭を要求するよりも、脅しと組み合わせた方が、要求が達成しやすいという気持ちがあるだろう。弱みにつけ込むわけだね。一方、要求される側の心理としては、金銭の要求に応じた場合、実際に通報は行われないのか？という不安があるだろう。さらなる要求が行われる可能性もあるしね。そして、そういった不安は、相手を手にかけるなど、報復行動をエスカレートさせていく可能性もある。こういったことから、恐喝は容易に行われる可能性があるので、法律で禁止しているのかもしれないね。なるほど、そういう側面はあるかも。脅されて犯人を手にかけるはよくある話だもんね。ちなみに、恐喝とは逆で、お金、賄賂を渡すから、要求を通してほしいと頼む、贈賄は、
両者が同時に成立した時点で犯罪になる。これは賄賂を受け取った側としては、ついその要求を受け入れてあげても良いと考えてしまうから、あるいは、さらなる賄賂が欲しくなるという心理があるからだろうね。一応、今回の話は、実際の法律がそのようにできているという法律論の議論ではなくて、あくまでも論理的なパラドックスとして、恐喝を分析していくとどうなるかという話として捉えてね。この話のように、単体では無害なものが、組み合わさると利害を生んだり、新たな議論を必要とする場合は現実でも多い。例えば、動物の権利をどこまで認めるかとか、政府はどこまで人の自由に干渉できるのかといった問題だね。そういった複雑な現実問題について考える際も、複数の要素がどのように結びついているか、一つ一つ分析していく力は、役立つと思う。論理的思考の訓練として、面白い事例だよね。今回の動画は、三浦俊彦さんの論理パラドックス心の罠編と、マイケル・クラークさんの論文恐喝のパラドックスは存在しないを参考にしました。論理パラドックスシリーズは、文庫版で全3冊出ているので、ぜひ、気になった方は読んでみてください。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、皆さん、お元気で。またねー。